日ワイワイ。さあ始まりました、成功者のヘキサゴン、ヨヨスケです。今回はこちらにドドンとポスターがあるこのゆかりのある方をパテルの玉井さんからご紹介いただきました。それじゃあ早速いきましょう。成功者のヘキサゴン始まるよ。あざす。さあということで今回のゲストは1000種類の唐揚げを食べた日本唐揚げ協会専務理事の八木浩一郎さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー早速やってきました。唐揚げ協会の方が、はい、いやなんかどうやらこちら出身なんですよね、愛知県。はい、あの名古屋市生まれ春日井市育ち名古屋市に生まれたけど育ったのは春日井、ま、一応これ名古屋生まれっていうのは嘘じゃないっていうのを言っとかないと、はいはい、いやー本当日本唐揚げ協会のね、あの何か唐揚げの話になると皆さんも結構テレビとかでこの人っていうので八木さん見られた方多いんじゃないかなと思うんですけど、もうとにかく日本の唐揚げのことといえば八木さんなんですよね。まあ多分一番詳しいと思います。唐揚げ1000種類って一応1000種類、まあ、種類数でいうとどうなんだろうな、店舗数でいうと4000店舗以上全国回ってますし、あとコンビニスーパーとか、まあ、チェーン店とかは毎年違いますんで、うん、そこら辺の食べ歩きというか定点チェックもしてますから、はい、種類でいうとどうだろう、もう何万とかになるんじゃないかな。すいません、もう語弊がありました初、はい、っ端の紹介から語弊がありました、はい、はい、いいと思います、いやということで、もうトップオブ唐揚げ、唐揚げニストっていうんですか。はい、あの唐揚げ好きな人が唐揚げニスト、はい、と呼びまして、はい、それはもう別に何か資格があるとかではない、はい、それで日本唐揚げ協会 の、はい、あの検定試験があるんですけど、はい、この検定試験合格者は、うん、認定唐揚げニストっていう、ちょっと唐揚げニストと認定唐揚げニスト実はちょっと別でして、はいはいはい、で今、今年の2021年4月現在で今17万人の方が合格者でいらっしゃいますそんなにいるんですか、はい、え、そのなんか胸につけられてる、あ、これです、これ膝軟骨です。膝軟骨部位を聞いてるじゃない、はいはい、これ協会証で、協会の大事な時はこれを大体つけてきます。あ、マジっすか、はい、もう大体そこに SDGs をつける人たちが最近多い中に、はい、唐揚げ軟骨、軟骨、膝軟骨をつけられてるっていうね。じゃあまずその日本の唐揚げ協会っていうのは、はい、一体何かってことなんですけど、2008年に、まあ、設立しました。あの会長の安久さんと僕専務理事八木が2人で作った団体なんですけど、はいはい、あの唐揚げ好きが集まる場所っていうのはまずなかったっていうのと、あと今日の時点でも食べロググルナビ、まあ、大手のグルメサイトで、うん、唐揚げっていうキーワードないんですよ。え、フリーワードで検索するっていうのは出るんですけど、ああ要は、カレーとか専門店みたいな形の、そういうのはまだなくて、まあ、例えば これもそうなんですけど、この唐揚げグランプリっていうのを全国大会をやることで地方の隠れた名店が紹介できる場を作ろうっていうのが最初の立ち上げの理由なんです。そうなんですか、うん、じゃあもう本当に唐揚げお好きで、はい、先ほど名前出たこの唐揚げグランプリって僕らも当たり前のように聞いてますけど、はい、これを作られた、立ち上げられたのも協会なんですか。協会がもう今年春で12回ありますので、はい、この番組のテーマというのがですね、はい、まあ、事前にいただきました6つのヘキサゴン。説明しよう。成功者のヘキサゴンとは、人脈、行動力、財力、アイデア、運、そして残り1枠は自分だけの成功要素を記入、自ら6段階で評価しパラメーター化したものである。では早速成功者八木さんのヘキサゴン、こちらでございます。はい、出てきました。いびつ、非常にいびつまずは数値高い、はい、もうね、だいたいいつもは最後に僕持ってきたいと思ってるんですけど、最初に行きたいと思います、はい、オリジナルパラメーター、唐揚げ力6、まあ、唐揚げ力は多分マックスレベルだと思うんで、まあ、存在自体がもうマックスレベルだと思うんですけど、どれぐらい好きなのか、うん、多分
今日ご覧になってる皆さんも、はい、洋介さんもですけど、はい、唐揚げの凄さって、はい、本当にちゃんと向き合ったことないと思うんですよ。すみません、それさえも考えたことがないですね、はい、これは2回目でいいですか？いいですか？あ、企業にありますよ、はい、唐揚げのまずカバー率っていうのを考えてほしいんです。カバー率、はい、はい、まず24時間、うん、おやつ、おかず、つまみ、ついでに夜食もずっといける、うん、24時間食べれるっていうのは一つ、うん、もう一つは外食、中食、内食っていう食の領域全部カバーしている。そして食べ歩き型の繁華街、そして商店街とか、まあ、住宅地に密着した生活圏っていうことで、最初の3パターン、3パターン、2パターンで 3×3×2 の18通りの唐揚げが存在するんですよ。ほ、だから多分皆さんが何気に食べてる唐揚げ、実はこれはおやつで持ち歩きで食べ歩くんだっていうそのコンセプトで作られてたり、例えばコンビニの唐揚げとかですね。なるほど、唐揚げくんとかはそのルートのどれかってことですね。おやつで中食で繁華街型とかですね。はあ、はい、どれかに該当するわけなんだ。大須の唐揚げ屋さんは大体そういうのが多いですし、はいはい、最近流行りの定食スタイルですと、もちろん外食の中でおかずとして食べれるっていうパターンとか、うん、これ全部コンセプトありきで唐揚げ18通りが存在してるんですよ。だから唐揚げのやっぱすごいところって主食にもなるし、あとサイドメニューとしてラーメンのサイド、ね、カレーのサイド、もういろんなトッピングとかね。最近だと回転寿司さんも唐揚げ大人気なんで、あ、普通に回してますね、はい、お寿司もサイドいけるっていうこと、主力もいけるしサイドもいけるっていう意味では本当にリベロあと、はい、最近やっぱりちょっと国際的にもその日本の食文化をどう発信するかってありますけど、宗教を超えて食べられるメニューってやっぱ鶏肉が一番強いんですよ。そうか、牛とか豚だとそういった近畿にある、はい、なっちゃいますもんね、はい、そういう意味で外国の方向けにも日本の素晴らしさ伝えやすいっていうのもあるし、うんうん、牛豚よりも鶏の活躍の場の方が強い、大きいっていうことも唐揚げのすごいところかなと。もともと本来そういうことが魅力として分かってたというよりかは、うん、やはり教会作ってからなんですか？そうですね、そこは やっぱすげえなーと思ったのは教会作ってからですね。へー、あとはそのこういう唐揚げの大会を通して、はい、あ、まだこんな美味しいお店あったんだっていうのが後からどんどん分かってくるんで、ほんと深いなって、深くて広いですよね。やっぱ広い、そう、広さっていうのはその今のパターンとかではなくて、唐揚げっていうもの自体にも広さがあるってことですか？ありますね。やっぱメインはやっぱ醤油系って多いですね。醤油味多いですけど、はい、北海道から九州沖縄のその醤油全部違いますし、漬け込むかかけるか絡めるかっていうのも醤油で結構左右されるんで、全国の、まあ、調味料とのその融合というか、あ、じゃあ個性が地方性出るわけですか？それがね面白いんですよ。え、じゃあルールは逆にあるんですか？共通している唐揚げルールみたいなのは、まあ、強いて線を引くとしたら、うん、まあ、パン粉を使ってたらカツフライですよね。あ、そうですね。で、水溶きタイプは天ぷらみたいに線を引けるとしたら、はい、素揚げか、まあ、粉をつけて普通に揚げるっていうのが唐揚げになりますんで、はいはいはい、まあ、ルールはその粉の部分かなとは思いますね。で、このグランプリをね決める時とかって、はいはい、なんかどういう、 こう線引きがあるんですか？はい、よくどこかの店舗行くと大体ステッカーが貼ってあったりするんですよ。はいはい、唐揚げグランプリ金賞、はい、あそこ行っても金賞、はい、どこ行っても金賞って、はい、ちょっとバーゲンセールみたいなんじゃないですか？そうですね、厳密には 第何回の何部門で金賞とかって多分ちゃんと書いてあるはずなんですけど、はいはいはい、まあ、お店で使う分にはもう全部フリー、まあ、一応これ商標なんですけど、はい、これフリーなんで、はい、好きに使っていただいてますが、思いとしてはこの立ち上げた経緯と同じように、うんうん、全国の美味しいお店をその大会で知ってもらって、うんうん、どんどん広げて皆さんまず食べてみましょうっていう思いが先なので、うん、わざわざ絞って激戦区でなんか今年の1位はこれですって決めるもんじゃなくて、うん、今年美味しいのはこちらですっていう方が
なんか健全にそのマーケットは成長するのかなと思ってますので、まあ、いわゆる平和に唐揚げを愛する人を増やしていくと、そうです、そうです、それが一番楽しく食べれるし、だいたい唐揚げって庶民の味方なんで、はいはい、そんななんか、ね、選ばれて高尚なものじゃないと、じゃないです、じゃないです、なるほどね、うん、いやもう唐揚げ力6さすがだなというところを伺いながら、はい、じゃあ他のヘキサゴンにも移っていきたいと思います、はい、もういきなり今度振っちゃいますよ、うん、またこれね、前回のパネルの玉井さんも、はい、嘘だろうと思ったことがあります、はい、彼も財力2だったんですよ、まあまあありますね、いやいやいや6マックスだから、はい、1点1、嘘ですよね、僕自身も唐揚げ協会自体も、はい、まあ、基本ない状態が普通なので唐揚げは食べれますよ、唐揚げは食べれますけど全部お金じゃなくて唐揚げに変わっちゃってるわけですか、はい、唐揚げは食べれればもうそれで別にいいわけで、はいはいはい、でただ、はい、財力確かに1なんです僕らは、はい、ですが応援してくれてるスポンサーの皆さんは超一流企業ばっかりなんで、これですね、うん、サントリーさんとか日清フーズさんとかジェイオリミルズさんとかですね、まあ、伊藤ハムさん、ニチレイフーズさん、キッコーマンさん、いろんなあの大手の企業様が唐揚げのマーケットに応援してくれてるんで、僕らはお金ないですけど、うん、彼らお金持ちですから、いや彼らの中でも唐揚げって、はい、いわゆるその商業アイテムとしてはもうとても大事ですよね、うん、はい、その人たちともうほぼ二人三脚に近い状況なので、やりたいキャンペーンがあれば一緒にやりましょう、うん、イベントがあれば、まあ、みんなでやろう、もしくは一社様とやろうみたいに、だから今まであのやりたいことやれなかったことってあんまなくて、まあ、お金はお金持ちが皆さん用意していただくし、その分ちゃんとお返しできるように頑張るっていうのが僕らの役割かなと思ってるので、いわゆる知恵とノウハウとか、はい、アイディアが4っていうのはその部分ですかね。そうですね、アイディアもあのただ新しいことってあんまなくて、うん、どっかで誰かがもう今までやっていたことの組み合わせだったりするだけなので、うん、そんなにすごいことやってるとは思ってないんです、はい、アイディアのことも、はい、あのまあ見たことある聞いたことあることばっかりなんで、うん、まあ、だからそんなにすごくはないですね、アイディアも。いやこれはちょっと謙虚出してますよね今。いや謙虚な方が受けがいいじゃないですか。じゃあそれ言っちゃったらダメじゃないですか。え、でもその教会を作ったっていうところがまず先見の明だったとも思いますし、まあ、まあそうですね、誰もやってなかったので。そうですよね。プラス八木さんだからこういう方たちと付き合っていけてるんだっていう部分で言うと何なんですか。実際人脈的に言うと、うん、そんなに最初から親しかったわけじゃなくて、はいはいはい、基本的には僕はあの飛び込み営業、テレアポもしくはとほぼ飛び込みに近い関係地からお話しさせてもらって、はあ、愛嬌ですかね、愛嬌というかなんか人間味を伝えるっていう か、はあ、だからそこがまあ皆さん一緒にやろうかって言ってくれてるだけだと思うので、はあ、立ち上げた頃、立ち上げはあ、じゃないですか、まあ誰だって言われますから ね、日本唐揚げ業界はあ、みたいな、はい、あの唐揚げ専門店の人も 今となっては仲いい人たちも、はい、特に大分の田舎の人たちって電話してもガチャ切りされるんですよ、うん、ガチャ切りあ、それ関係ねえな、うん、あの東京の日本唐揚げ協会ですって言っても、うん、なんか変な電話かかってきたんだけど切っとけみたいにガンってだいたい浮かぶイメージ浮かぶな、それで、それで、うん、まあ、僕的には、うん、まあね、最初からその行けない距離感だと電話しかなかったりするので、うん、はい、じゃあその受付のおばちゃんがいない時間を狙ってもう一回電話 してみるっていうのを毎日やっぱしつこくやるんで、え、店主さんとか出るまで 社長が出るまでちゃんともだから毎回同じトーンで同じ感じで、はい、あの行くんで、はい、そうやって関係づくりを一個一個丁寧にしてきただけなんで、あ、じゃあ折れない漏れないし、まあ、こちらとしては全部伝えて、理解してもらった上で断られるんだったらしょうがないと、うんうんうん、でも伝えてないのにこっちでやめるのは違うと思うので、うんうんうん、伝わるまではもう本当バカみたいに繰り返しますね。へー、うん、じゃあちょっとバックボーン的なところがこれ気になってくるんですけど、はい、今につながるような人生的に転機が一個あるとしたら いち早く来たのはどこですか。一つは、はい、京都の大学通ってたんですけど、うん、
2回生、まあ、いわゆる2年目で1年休学したんですよ、うん、で休学して、とりあえず飛行機も乗ったことなかったんですけど、とりあえずインドに3ヶ月ぐらい行って、でそこから、まあ、お金足りなくなったら帰ってきてバイトしてっていうのを1年間で、だい、あ、まあ、学生時代で35カ国ぐらい外国を回って、35カ国、あのアメリカとか、ヨーロッパもアジアも含めて、卒業までの間も休みのたびに海外に行くっていうのを、1箇所行くとやっぱ1ヶ月とか、はい、あの何週間とかいるタイプだったので。それ何のために行ってたんですか。やっぱりその美味しいものを探しとそこ、それが理由なんですか。あ、出てきた、片鱗出てきたよ、片鱗出てきた。世界中にはこんなにうまいものがあるんだと、はい、でそのグルメが生まれた背景って結構やっぱ面白いことが多くて、食文化的なところ、食文化がなぜこの町でこれだけ定番になったんだって、うんうんうん、やっぱストーリーがあるわけですよ、はいはい、もちろん日本に帰ってからも各地のグルメ食べ歩いて、うん、で、まあ、理由がないものってあんまなかったんですよね。なるほど、うん、だからそこが面白いなとは当時は思ってました。でもすごい原動力ですね、その美味しいもの海外まで食べに行きたいって、うん、なんだろうな、やっぱり各ジャンルで、うん、トップオブそのジャンルのものって、はい、やっぱめちゃくちゃうまいじゃないですか。まあまあそうですよね、うん、何にしろ、うん、でそういうところを食べ歩くって楽しかったんですよね多分。あ、じゃあ海外でも結構そのお高いものも当然食べて、高いのも食べるし、僕が知らない街に行った時で大体もう3人に聞いて、うん、ここは行っとけっていう街、要は3人以上イエスが出ないと行かなかったんですよ。はいはい、あ、うん、そういうマーケティングリサーチしてまずガイドブックで行けは1ですよね、はいはいはい、これも僕信用してないんでそうなんだ、現地の人もあと2人以上行った方がいいとか、これは食べとけっていうものはやっぱり先一回行くし、それは日本に帰ってもそうです。もう白山町降りて、うん、とりあえず駅員に聞くじゃないですか、聞くじゃないですかって聞いたことないですけど、ね、タクシーの人に聞いたり、はい、移動でね、うんうんうん、ここら辺の売店の人にここ行こうと思ってるんだけどどうです、あそこはやめとけとか、こっち行くんだったらこっち行けとかって多分出てくるんですよ。いわゆるちゃんと現地の声をちゃんと聞くと、いわゆるそのなんかのガイドブックだと、うん、いわゆる、まあ、もうご存知なことで、はい、まあ、いろいろとお金で買ってる場合もありますもんね、うん、広告が入っちゃうんで、はい、じゃなくて地元の人たちが、ね、せっかくこの町に来たらこれは食べてってっていうの必ずあるんですよ、うん、リアル口コミみたいなのをちゃんとリサーチして、あ、その時パチプロだったんですよ出てきたぞ、いきなりいきなりぶっ壊れてきた。ほうれん草は行き届かなかったんですか。何距離があったんでしょうね社長との、社長と東京の前でしょ、大変だったね本当に。じゃあもう駆け込み寺みたいになってません、いろんなもののね。最近ね、すごく相談が多くて。いや、そりゃそうでしょ、そんないい人が上にいたら